グランドソフトボールは視覚障害者が行う野球競技のことを言う。以前は盲人野球と呼ばれていたが、1994年4月にソフトボールのルールを基本としていることからグランドソフトボールに解消された。少子化の影響で全国的に視覚障害者の数も減っており、それに伴い競技人口も減少し続けている。以前は各都道府県に チームがあり活動していたが、現在は人数が足りずに活動していないチームも増えている。また、既存のチームも高齢化が深刻になっており、新たな若い競技者が不足している。その原因の一つに、前述した視覚障害者の絶対数の減少の他に、パラリンピックの競技ではなくローカル競技のため、知名度が低いというのも原因として挙げられる。 パラリンピックの正式種目にならない理由としては、野球やソフトボールがオリンピックの正式種目から除外されたように、世界的な競技人口が少ないのが原因と言える。また、その他の理由として挙げられるのは、国々によってルールや概要が統一されてないことが挙げられる。台湾やイタリアなどでも盲人による野球は行われており、ビープベースボールという名前で行われているが、 ルール等がグランドソフトボールとは異なっている。日本や海外で同じ野球をベースとした競技は行われているが内容が違っているためパラリンピックの正式種目になるためにはルール等を含めた競技内容の統一が課題と言える。既存のチームを合併させチームを何とか存続させるような活動も見えてきた。ありがとうございます。